セレウコス4世フィロパトルは、セレウコスアサシリアの王、アンティオコス3世の子、アンティオコス4世、エピファネスの2位、フィロパトルと称される。父アンティオコス3世が、ローマシリア戦争において、ローマに敗北し、アパメアは役により莫大な賠償金を課せられたため、父の死後即位した、セレウコス4世は賠償金の支払いに苦しめられる、こととなった。 国力の弱体化が進んだため、ローマ、アンティゴノス朝、マケドニア、プトレマイオス朝、エジプトなどとは良好な関係継続に努めた。セレウコス四世は賠償金支払いのため、エルサレム神殿の財宝略奪を図り、財務長官ヘリオドロスを派遣した。ヘリオドロスは王位を狙っており、王を暗殺した。ヘリオドロスは、まもなくアンティオコス四世エピファネスに倒され、 彼が後継者となった。セレウコス四世の子デメトリオス一世。ソテルはローマの人質となっており、後に帰還して王位を奪取した。ありがとうございます。